そう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 、ね、洗う時ありますよね。ありますあります、あります。これちょっとね、服4日目なんですけどね、もうそろそろ洗わないとと思って旅先で洗ってということもあると思いますが、旅先の、はい、洗濯物、洗濯をするしないってやっぱあると思うんですよ。 服あるかな、予備があるかどうかいうことで、ただ荷物を減らす場合、洗濯をするっていう選択をすると、なるほど、減りますよね。減ります、減ります。なので洗濯ありきで考える旅っていうのも僕はいいのかなと。うん、僕はそうやって洗っちゃう派ですね。うん、特に T シャツとかね、 T シャツね、パンツとか、はい、は靴下とかも洗っちゃう時もやっぱ多いですね。すぐ乾く、すぐ乾きますね。うん、すぐ乾きます。 T シャツとか、ああ、うん、エアコンがあるところ、あ、そう、どこに干しますか。で、中です。中でエアコンで乾くような感じですね。じゃあ手順をちょっと言ってもらっていいですか。あ、なるほど。もう海外に行って、はい、ホテル泊まって、はい、洗濯をする。もう4日間着た服を洗いたくてしかない。洗うでしょ、そんな手前で洗ってるよ。でもね、確かにその荷物いっぱい持ってきちゃったら、もちろんね、いっぱい置いとけるもんね、はい、着替えも。でもそうじゃなくて、僕の場合は本当に 2,3 枚で行く時とかもあるんで、うんうん、T シャツとか本当に現地で買うっていうのもあったし、で現地で買わないとしたらもう洗うっていう選択、うん、そしたらもう普通にね、そのホテルから近いコンビニに行くとね、はい、粉の洗剤が売ってるし、はい、酵素パワー、そう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 、違う海外系だからね。ちゃんと調べながらだけど、ただあと、なんだろう、ホテルにもコインランドリーみたいなのが、ランドリーサービスがある場所もあります、ね、ありますあります、はい、洗濯機がある。ランドリーサービスってちょっと注意しないといけないのが、うん、クリーニングの場合持ってって洗ってくれるのと、結構高いやつと、高いあと洗濯機がついてるやつ、うん、まあ、洗濯機がついてるかどうかはホテルズ .com で書いてるので、書いてますね、日本語でちゃんと書いてあるので、うん、見やすいですよね。なのでそれを選択するか、もう自分で手洗いするかっていう。そう、僕あんま面倒くさい時があるんで、下まで降りるとか、うんうん、そのランドリーの、ね、フロアまで降りるの面倒くさいから、僕は結構自分の手洗いしちゃう。じゃあ手洗いの仕方を順番に、実践はできないけど、はい、単純にその洗面のところに、うん、まあ、ぬるま湯というか、はい、僕は張って、お湯がいいですよね、うん、そこは、そこはお湯ですね。いや、まあまあまあ、まあ、お湯でもいいです。で、僕はちょっとぬるま湯の方にしてるんです。43度ぐらいのお湯で、うん、に、まあ、T シャツ濡らしてつけて、これつけるの 何分かやっておきます。僕は結構つける派なんですよ。あ、本当ですか。俺10分程度ですよ、はい。汚れがきついところにちょっと洗剤を染み込ませて、1日というか半日ぐらいつけますけどね。え、俺ちゃんと揉んで洗っちゃいます。あ、つけて揉みます。なんか寝る前につけて、あ、ホテルの宿泊数によりますよね。1日、まあ1日だと洗わないですね。1日だと洗わないですか。ここまた意見が割れるところですけど、その1泊っていうのは、その1泊2日とかの出張の場合はもう絶対洗わない。ああ、そういうことじゃなくて、ホテルをコロコロ変えるタイプの旅をしてるときに、うんうんうん、あ、それ洗う、それ洗うですよね。ホテル着いてもう前の日のやつ、あ、その着てたやつか、まあ、何かしら洗濯もあったら、ホテル着いて1回僕はつけて、で夜1回洗って、で寝てる間干すかな。やっぱちょっとつけ置きはしますね。そしたらちゃんと飲めば全然、俺はクリーンな匂いしますよ。それはもうだって大衆がないから、僕王子様みたいな感じで匂いするでしょ。いやいやいや、普通ですよ。ただ自分大衆がすごいんで、それはつけとけばいい。つけといた方がいい。つけ置きやない。もう、あ、じゃあその大衆がない側の意見をちょっと聞かせてください。僕本当に10分ぐらいその洗剤入れてつけといて、はいはい、でその間ばっかりホテルせっかく帰るから全部チャージするじゃないですか。電子機器チャージ、はいはいはい、はい、ね、携帯も PC も、うん、で、しとくときに大体やっぱ30分以上ホテルにいたい、すぐ出たいって状態でも、はい、少し時間だ、その間に僕は洗えちゃうって感じです。ああ、なるほどなるほど、はい、なんでつけていく間にまずつけちゃう先に、はい、で、その間に電気系をやって、はい、充電して、うん、で、まあ、10分あるんでメールチェックもちょっとできますよね、はい、の間にもうじゃあ戻って、あとはゴシ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 やって洗って、あと すすぎが結構大変ですよね、意外に、ええ、泡を取るのが、うん、手洗いって、はい、
なんでですけど、まあ、それはあの僕らは T シャツだと思うんで大概。そうですね、うんうん、だから T シャツとかなんで、まあ、頑張って揉んで泡が出なくなってから、まあ、首元あんま伸びるの嫌だから、まあね、T シャツってあまりその絞るところの場所だけ、はい、気をつけて、うん、絞ったら分回す。回すっていうとそれを持って回す乾燥機もうドラムで回る、はいはいはい、容量で。そうです、ね、回転かけて水を飛ばしますよね、はいはいはい、そういう形で多少やって多少やります。だから絞っただけだと実はもう少し経って絞ると絞れたりするんで、はいはいはい、だから絞って回して、うん、回してる先に水が絶対遠心力でいくんで、はいはい、でそこをギュッと絞るとまた水がバーッと落ちるんで、なるほど、結構早い感じで乾く状態まで来る。なるほど。であとはね、逆にね、そのいくら南国だからってその夜ね湿気てる状態のところで外干すより、はい、絶対室内の方が乾きやすいです。なるほど。エアコンで冷房効いてるから乾きづれえじゃんと思うけど、全然そっちの風当たってる方が乾きますんで。なるほど。室内に、僕もあのできればね、あの寝る前に干す方が一番いいですよね。そうですね。湿気もちゃんとあの乾燥しないような濡れてるものを干しとくと、はいはい、うん、いいので、 T シャツ周りとかはまあ可能な場所だけですけど、自分のマフラーの近くにちゃんと干せたら一番いいですよね。うん、うん、そしたら朝起きたら乾いてるし。なるほど。うん、その水分も湿気がちゃんとある状態で寝れるから。ホテルね、あの洗濯、うん、洗濯の僕ランドリーの方があんまり行かないかな。あんまり。なるほど。自分の場合はコインですか。コインです。現地コインとか、まあ、うん、コインが多いですね。で下でそのランドリーあるとこは、うん、絶対に洗剤そのまま売ってるので、あのなんか自動販売機みたいな、はい、はいはいとか、はい、あのホテルフロントで売ってたりとか。へえ。たまにあれに泊まりますね、ドミトリーっていうかホステル、いっぱい人が泊まるとこ、はい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 、の一人部屋とかがあるので、そこ行くと必ずランドリーありますね。リビング共有、リビング共有みたいなところの、でもなんか一人部屋があるとこがあるんですよね、はいはいはい、普通はなんか二段ベッド8個とかなんかそういう感じですけど、ああいうとこはほぼあのランドリーあるので、エアビーみたいなイメージですよね。そうですね、まあホステルっていうイメージですけど、そこに一回寄るとかまあビジネスホテルとかでもランドリーあるとこあるんで寄るので、まあない場合は、自分の場合は、うん、まずですね、うん、服を着たままシャワーを浴びるっていうやり方ですかね。あでもうシャワー浴びながら洗っちゃうと、うん、ボディーソープで、うんうん、それ匂いのきついところをこう、ね、て丁寧に洗うと、うん、それはやることありますね。すっごいなんていうんですか、新しい感覚です、あれは。でも服を着たまま、でもね、多分鈴本さんはそういう例えば洗濯機いっぱい使わなきゃいけないって環境って、やっぱり数ヶ月間海外に出ちゃうことが多分あるんですよ、はい、なので多分まとめて洗えることもできるから、多分そういう場合は洗面台じゃきついから、多分ランドリーっていう考えは確かにいいですよね、うん、効率的だし。いや今もうシャワーを、服を着たままシャワー浴びる話に移ってます。いや服を着たままシャワーを浴びるはない。洗えます、あれは洗えますね。ボディーソープってこと？ボディーソープで、あの匂いのきついとこに丁寧に。本当に？本当に。本気で？本気で洗います。靴下とかもそのまま入ってくるの？靴下も入そうです。パンツ、はい、パンツもそうやって。ズボンだけ脱いで。ズボンだけ脱いで。シャワー行くの？シャワー行って。狂ってるよ。体を洗うと同時に体。体洗えてないじゃん。体と服が同時に洗えるっていうの。でその後、お風呂に水を溜めて。はい。水？はい。あ、お湯を溜めて。そこら辺にある木の棒でぐるぐるかき回して。そんなないよ、銭湯じゃねえんだよ。それで洗濯機を再現する。いや回すんだ、回してそういう感じの洗い方をしますね。あ、そうなんだ。それちょっとないっすね。いや僕はありますね。それは多分洗剤買いに行くのが面倒くさいってことでしょ。いやなんかなんていうんですか、そういうこうやってるな感が持ちたいんで。でも着てる服 T シャツ1枚だけでしょ、洗える範囲は。洗える、いやだからそのお風呂今度溜めた時は、うん、もうあらゆるお風呂入れて服を全部入れてぐるぐる自分も入って、自分も入ってバチャバチャして、はいはいはい。あれは自分の汚いものが衣類につきますね。いやそれはもう綺麗な体なんで。いやいや洗ったらそこは大丈夫なんですよ。これがまあ新しい最新の洗濯方法ですね。で
まあまあそれをやった後に手でちゃんと揉んで洗って楽しみたい。最初に洗う意味、いやいやいや、楽しみたいじゃないですか、洗濯を、せっかくだから。なのでぐじゅぐじゅ洗って、絞るのは僕はあれしますね、バスタオルに挟んでパン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 やりますね。で水、水分をバスタオルに移して、絞って、もちろん絞って、ある程度絞って、はい、でもう一回お風呂につけて絞って、意味ないじゃん、絞った意味繰り返しですね、その楽しみたいのでタオルの無駄遣い、無駄遣いタオルってじゃあ最後パン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 ってやると結構、ね、はい、とか、あとそれはやったことなかったです。袋に、バスタオルと入れてくるくる回すとか、そう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 、それもそれもまあ遠心力とバスタオルの吸水力を同時に楽しめるみたいな、それも楽しむって感じですね。歌を歌いながら回してますね。なんか出てくるな。そう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 、歌を歌いながらこれ、回して、で干すのは意外にその室内なんですけど、もうエアコンに当てるとかじゃなくて、もう僕はこうホテルを信用しきってるので、ハンガーにかけて下に水が垂れてもいいようにバスタオルをもう一度敷いて、で普通に乾きますね、普通のハンガーのところに。あ、本当ですか。はい、そんなあのドアが閉まるタイプのやつだったら、うん、こう開けてハンガーにかけてとか、まあ、そうですね、一応外気は入れていた方がいいですよね、はい、そういう乾かし、まあ大差ないですよね、だから、まあ、そうそう、直接元に風が超当たってるところ以外は大差ないですよね、うんうん、部屋の方が乾きやすいですよね、うん、で、できる限り僕はあの洗剤は意外に持ってるんですよね、あのちっちゃい小分けされたやつ。あ、そうなんだ。3つぐらいは持ってますね、常に、あ、いつでも洗えるよ、いつでも洗える。あの洗濯機を使う場合も洗剤持ってた方が必要になる時あるので、あのもう超やばい時とか、あの洗面台の石鹸、はいはい、あれでやりますね、洗う時ありますよね、ありますあります、ありますよね、はい、あれもね、やっぱ石鹸の匂いって実はいい匂いじゃないですか。そう、あ、そっちですね、僕は服で石鹸の方を洗ってあげますね。あ、そうですよ、もちろんですよ、もちろんですよ、あの擦ります。ああ、そう、なるほど、ね、僕は石鹸を自体をきれいにしてあげたいので、服で石鹸を洗うようにしてあげますね。服を洗うでしょ。いや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 、洗うでしょ。そういう、そういう、その後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 、石鹸をきれいにしてから服もきれい、やるでしょ。わかる。はい。あのこのまあ利点というのは、うん、やはり余計な荷物を増やさないっていう、あと心配事を増やさないっていう、服が減ったらどう、服がなかったらどうしようっていう。うん、今日あの直接的な解決方法ですよね、洗えばいいっていう話です、ね、そう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 、はい、本当にそうだし、そのそのリュックとかね、はい、の場合にね、確かにビニールでちゃんとキュッてね縛れば、その着て汗かいた T シャツを入れててもね、そんなに匂わないことはないかもしれないけど、はい、でもきれいな方がいいですよ ね、洗って洗っての方が、うん、そんな時間かかんないんで、確かに、うん、自分みたいな大衆持ちだとやっぱりそこらへんは鈴本さん、はい、つけといた方がいい。そうなんですよね。シャンプーで洗ったことは、シャンプーはだからそのシャンプーしてる時に、こう、うん、一緒にこう髪の毛と服を同時に洗うことありますよね。ボディーソープは確か俺は一回確かにやったことある、はい、そしたら石鹸の、シャンプーはなんとか界面活性剤みたいなのが入ってるので、お落としきれないですよね。うん、うん、なるほど、石鹸が多分一番いいんだと思いますよ。そうですよね、はい、うん、その場合シャンプーの方で一番嫌だったなってなったのが、あの流すのが大変でした。泡がいつまでもなんか、そう、今僕言いましたよね、先に言いましたよ、すみません、全然聞こえなかった。聞こえなかったじゃん、聞いてなかったでしょ。やばい、ごめん。そういうことはよくあるので気をつけた方がいいですよ。そう、ね、はい、だから人の話を聞かないで有名だから。着地すんのかなって心配になって。いや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 、大丈夫です。任せてください。いや、まあまあ、ホテルね、やっぱりそのハンガーもあるし、石鹸もあるし、はい、で本当にちゃんと洗いたい人はコンビニ行けばね、洗剤も売ってるし。はい、あとコインランドリーもありますよね、外に。例えばラスベガスはサーカス、サーカスっていうホテルの近くにこの前はありましたけど、今あるかどうかわかんないですけど、あったりとか、
普通の日本でもよく見かけるように普通のコインランドリーあるので、まあそコインランドリーを探す旅も面白いですよ。絶対行かないとこ行くんで、絶対に行かないような。バックパッカーを育てようみたいな番組です。バックパッカーじゃないですよね。バックパッカー、まあバックパッカーの定義がよく分かんないですけど、うん、定義とかなく自分が行きたい時に行きたい場所に行く、で行ったんだったら経験を増やしとく、うん、で本に載ってる情報を信じないっていう行動ですよね。になるとそういう風になってくるんですよ。ただまあコインランドリーの場所とかネットでちゃんと調べますけど、うん、いや分かるし、何度かねほら須野さん洗って干してるの見たこともあるし、はい、うんうん、であと洗濯上手にもなるし、ね、いい夫にもなれると思うんですよ。それで最高じゃないですか、はい、最高ですよ。だから言うことなしなんですよね、うん、旅先で洗濯するってことは。そしてまた綺麗なね香りの服を畳んで、はい、着てもいいですし、畳んでもいいですよ。そのほうがまた新しく気持ちよく旅出れますしね。ちょっと湿っててカビ臭くなることもよくありますけどね。はい、だそれ多分ウォークインですよ、クローゼットですよ。あらまあそうか、やっぱ外に触れてるとそのカビ臭い。あ、じゃあ僕が間違ってましたね、理論が。外の方ができればいいと思う。まあ確かに部屋内は、はい、じゃあそうします。空気も循環してるんで。そうそうです、知ってます。乾きます、知ってます。ありがとうございます。よかったね。ありがとう。じゃあまあね、うん、こんな感じで。そうだからね、本当海外行った時に洗濯はありですよ。ありです。うん、さらさらだから洗濯をしてチャンネル登録をしていいねを押してますよね。確かに、はい、世界の有名チャンネル登録家なんで。寝れない、寝れないですよね。ずっとチャンネル登録しないと寝れない。なので、はい、ぜひね、はい、我がチャンネル、はい、チャンネル登録の方よろしくお願いしましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いしましょう。いいねも押してもらって、はい、できれば本当にコメントも書いてほしいんです。コメント書いてくれたら消します。ダメです。僕がちゃんと、コメントをさせてもらいますんで、はい、ぜひまあ嫌な、よくありますよね、嫌なコメントとか。やめてください。温かい目で見守ってください。お前それ間違ってるだろうとか。あ、まあそうだ。お前は ANA のこと何も知らないなとか。お前はそう今言った情報間違ってるよとか。いや間違ってるかもしれない。お前はそんなになんでそんなにかっこいいんだとか。嬉しい。今嬉しかった。なんで、いやでも間違ってるのはね、うん、確かにあると思います。ただもう揚げ足取りみたいなことをされると佐久間さんが悲しいんじゃん。悲しい。でも、まあ、でも、ね、うん、確かに間違ってんだったら指摘してもらって、再度調べて、はい、その干し方は間違ってるとか、その洗剤の買い方は間違ってるとかありましたね。僕より洗濯上手やっぱり絶対いると思うんで、はい、洗濯上手の端くれなんで、はい、もう教えてもらえれば嬉しいです。旅先での洗濯とかね、あと洗剤選び、はい、ね、いろんなものができる、はい、ボディーソープで着たままもできるってことを聞いたんで、はい、いろんなテクニックが今回ご紹介できたのかなと思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。